水光さんの毎日行典をやらせていただきます、鳥海流市中鑑定士講師の水光です。よろしくお願いします。知恵の光で毎日を明るくをモットーに、皆さんが持って生まれた個性や特徴を生かしてよりよく生きるお手伝いをさせていただいております。今回この番組では毎回ですね、多彩なゲストをお迎えしてお仕事のことを伺ったり、また東洋占術の視点から自分らしく生きるためのコツと宿命、運命などのお話をさせていただければと思っております。なんてね、まとめてますけどね、運気に同調すると、もうね、毎日が驚きの連続、本当に毎日仰天なので、番組タイトルも毎日仰天にさせていただきました。本当ね、1秒前までは思ってもいなかったようなことができちゃうんですよ。出退してしまうんですよ、マジで。案外心臓に悪かったりするんで、時々と思うこともあるんですけど、まあ結果往来、生きやすくなります。この番組でですね、毎回紹介する光のキーワードというのがあります。これに触れていただけると、あなたの毎日も発見の連続、びっくりの、ハプニングの連続になるかもしれません。キーワードが頭に入った時から、これまで気づかなかったことに気づけたり、意外な出会いやビジネスの話が降ってきちゃったり、まあ見かけはどうであれね、とりあえずいいことしか起きません。人生上向きにしたいのになーとか、なんかうまくいかないんだよねーとか思っているそこのあなた、モチベーションなんて無駄に上げなくていいんで、この番組をさらーっと聞き流して、運気を上げるコツを、掴んでください。コツを渡すのは私、運気を上げるのはあなたです。あとは、絵本とか、子供の、そうね、絵本ね、はい、絵本とか、子供の本とか、あと漫画ね、漫画とか、あとね、CD、はい、そんな私の好きなものの話もできればいいなと思ってます。読み聞かせもやっちゃおうかななんて考えてるんですけどね、はい。今ここで海外しく働いてくださってるアシスタントのトモさんと一緒にお届けするあっという間の1時間になります。水光さんの毎日仰天、毎月第4木曜日夜8時から、鳥越アズーリで検索をしてホームページから視聴してくださいね。水光で Facebook もやってます。よかったら探して覗いてください。それでは番組でお会いいたしましょう。光の生活をあなたに。